平成二十九年春第一問一鳥居さんの問題です。完全競争市場における企業の行動に関する次の記述のうち正しくないものを選ぶという問題になっています。A は短期の総費用曲線は必ず原点を通る。B は利潤が最大ならば価格と限界費用は等しい。C は限界費用曲線が右上がりならば供給曲線も右上がり。 D は右上に位置する等生産量曲線ほど高い生産量に対応するこの中から正しくないものを選ぶこのような問題になっていますでは回答に参りましょう総費用曲線というのは生産量それと総費用の関係を表した曲線のことを言いますなおその総費用の中には固定費用 固定費用というのは、何件生産をしたとしても必ずかかる費用、なので何にも生産しない場合もかかる費用、それを固定費用というふうに言います。総費用曲線は、短期の場合と長期の場合という2通りあります。この短期の場合というのは、生産量があって全く生産しない場合、 そういうしない場合も固定費用がかかってしまってその後生産すればするほど費用がかかるというこのような曲線になりますで。で、えー、このように生産量が Dx だけ増えたらその分総費用が Dc 増えると。この関係これを限界費用といって生産量の増えた分のえー 総費用の増えた分という形で表しますこれを限界費用というふうに言ってこの Dx と Dc この幅を、えー、極端に小さくしたものなのでこのような接線の傾きのような形で表すことができるわけです。もうで、えー、長期間を考えますのでこの固定費用というのが初期費用と いいう,うにしてて考えてください初期費用を長い間かけて考えると例えば極端なし50年100年というふうにしてこの固定費用を、えー、分けて考えると実質こ,この固定費用がないものというふうにして考えられますのでこの原点からスタートした曲線という形で表されます。これが長期の総費用曲線というふうになるわけです。 ででは最初に A ですね。短期の総費用曲線は必ず原点を通る。短期の場合というのはその総費用に固定費用これが含まれます。なので生産量が0の場合でも必ず費用が発生すると。よって先ほどのこのようなグラフですね原点は通らないのでこの a は正しくないということがわかります。 次に B ははが最大ならば価格と限界費用は等しい。では理順を π 価格を p 生産量を x で総費用これは x の関数 cx というふうにしましょう。そうすると理順というのはこのように価格×生産量引く x の関数の総費用という形で表されます。 ではこのリジンを最大にする生産量この π が最大になるような x を決めたいのですがそのためには π を x で微分してあげます。そうするとここのまず p x これを x で微分すると単なる p になります。の関数 c x を微分するとこれはわからないのでこのような c x を x で微分した形でこれが π を x で微分したもので。 これはイコールゼロとなるようなものを決めてあげるそうするとこのように P は C x を x で微分したものこれは先ほど説明した限界費用というふうになってこの時にこの π は最大になるということがわかりますよって B で言っている利順が最大 ならば価格と限界費用が等しいというのは正しいということが分かります。では次に C です。限界費用曲線が右上がりならば供給曲線も右上がり。先ほど右上がりの総費用曲線をお見せしました。でその総費用曲線というのは右に行けば行くほど上がり方が急になるもの。これを前提ととしますと 限界,費用限界費用というのは総費用を微分したもの微分というのは接線,接線の傾きになりますそうするとこの総費用曲線あ限界費用曲線もこのような見上がりの曲線になるわけですちなみにここの x' と p' は何を表しているかというと先ほどのリジュンが最大になるような x と p の関係の なのでこの x' それと p' のところこれで利順が最大になるということを表しています。そうすると企業というのはこのような化学このような生産量と化学のところまで供給生産をしていくということがわかります。なのでこの限界費用曲線というのは実はこれは この P とこの X の関係のことでよってここの X'P' のところまで生産するということを与えていますので企業にとっては供給曲線になるということがわかります。よって限界費用曲線と供給曲線これは全く同じものであるためここで言っている限界費用曲線が右上がりであれば 供給曲線も右上がりというのは正しいことになります。では次に D ですが右上に位置する等生産量曲線ほど高い生産量に対応するというものです。等そ生産量曲線というのは2つの要素生産要素を変数としたもの。でここでは生産量材の生産量を固定値とした場合。 ある一定値を一定量を生産する場合の2つの生産要素この生産要素というのは例えば労働力、人と設備などそういう2つですねその点 Z1、Z2 が表す曲線これを等生産量曲線というふうに言いますそうするとこのような曲線になっているわけですで、このように右上に行けば行くほど そうすると、このように上に行けば行くほど、それぞれこの z ンや z ーの値が大きくなっていると。ということは、右上に行けば行くほど生産量が高くなるということを意味することがわかります。よって、このような D の説明、右上に位置する等生産量曲線ほど高い生産量に対応するというのは正しいわけです。 よって回答は A になります